江村哲次は、日本の現代音楽の作曲家。兵庫県西宮市出身。名古屋工業大学大学院修了。作曲はほとんど独学で学ぶとあるが、実は、海外の国際マスタークラスの常連であり、そのレッスンの模様の一部をブログで公開した。金城学院大学人間科学部教授を務めた。2007年6月11日。 水臓癌のため47歳で死去。江村は名古屋工業大学から子ニカ就職した経歴を活かし、バタフライエフェクトなどの自然現象を前衛語法へ援用するのが目的であった。システマティックな死座は晩年まで失われていなかったものの、後年は音数が次第に減って、雪、両安ジーニではサックスの問いかけに、 ギターは必要最小限で応じるのみである。コニカ在籍時は何度も特許庁へ出向いたが、多忙理由に音楽専業へ転身し、さらに大学教授へ転身した。晩年のハープ競争曲2も動音反復の中から音を選ぶスタイルで、この趣味は死の直前まで変わらなかった。実は破棄した作品もあり、それらは作品リストから撤回されている。 全作品は33作。芥川作曲賞は、竹光徹の強い推挙で受賞になった。指揮者の大野和志、脳科学者の茂木健一郎とは信仰深かった。ありがとうございます。